ラルクアンシエルメンバー全員登場。いいですね。ベテランはすぐテンション上げてくれませんね、これ。もっと言えでしょ、これ。そう簡単には上げませんよ、ね。あれ、もうあれこんな時間ですよ。あ、まだまだ。ねえ、これからですよね、だって。テンション上げすぎてもね。あれ、またそんなこと言ったって4人は大体寝ないでしょ、この時間は。いや、もうすっかり寝てます。あれ、おかしい。おかしい、おかしい。最近。え、20年経って寝るようになった？最近は。そんなわけない。改めてご紹介します。一人ずつお名前お願いします。ハイドです。ハイド来てまーす。はい、そして。あ、ケンです。おー、びっくりした。いないかと思ってた。いやいや。姉さん、久しぶりです。よし。はい、そして。はい、哲也です。哲也さん、そして最後は。ゆきろです。全員揃ってまーす。でもね、ラルクアンシエル。考えてみてください。うん。20年ですって。え？本気で聞きますよ、はい、こう20年ずっとこのバンドをやり続けてこのね、うん、ロック音楽シーンこれずっと、うん、まあもともとずっと自分の中でイメージはあったもんでしょうか、ハイドさん。あ、20年やるかって、はい、いやいや思ってないですかね。やっぱその時思ってなかった。そこまで考えないですよね。なんか飯食えたらいいなとか。じゃあ山ちゃんの20年後はどうなってんのよ。考えてないでしょ。金髪20年後もそう、さっきね、スタジオ入ってまずユッキーに言われた。ちょっと安心したっつって、髪が金色のままでって、うん、そうですか。じゃあ全員あんまりイメージしてなかったですか。うん、20年前に20年もやってるバンドってあんまなかったよね、日本に。確かに、はい、そう、うん、前例がないないから。そうか、いよいよそういう領域に突入してるんだな、ラルクは。うん、日本の音楽ロックシーン。未知の領域。うん、大丈夫ですか。あの、正直そうなんですかね。こう、ツアーのスケジュールがあんまりこうパンパンになると、うん、あの、肩が痛くなってきたとか、なんかそういう関節がとか、そういうの大丈夫ですか。ユキ大丈夫ですか。僕は全然大丈夫ですよ。正規、うん。だってドラムとかもやっぱほら、だんだんそういった点では、そうですね。ね、ちょっとおい、スロー3曲にしといてくれよとか。あ、それは最近お願いします。あれあの、あんまり早めの曲は書いてこないように。書いてこないように。そう。俺怒られたもん、すごい。叩けないだろうと。少しちゃんと休みがないとと。そう。あれ？やっぱちょっとずつちょっとずつは、これ変わりつつある。そうなりますね。薬が増えてくる。先やめて。何の薬か分かんない。ビタミン剤がいっぱいだって。これよく聞くんだよね。サメエキスとか。メンバー間でね。なんかこうサプリが増えていく。そんなことないです。大丈夫です。変わらないですよ。ラルクアンシエル。考えてないでしょ？金髪？20年後も。そう。さっきね、スタジオ入ってまずユッキーに言われた。うん、ちょっと安心したっつって。髪が金色のままでって。うん、そうですか？じゃあ全員あんまりイメージしてなかったですか？うん、20年前に、20年もやってるバンドってあんまなかったよね、日本に。確かに。そう。うん、だ前例がない、ないから。そうか、いよいよそういう領域に突入してるんだな、ラルクは。うん、日本の音楽ロックシーン。未知の領域。うん、大丈夫ですか。あの、正直そうなんですかね。こう、ツアーのスケジュールがあんまりこうパンパンになると、うん、あの、肩が痛くなってきたとか、なんかそういう関節がとか、そういうの大丈夫ですか。ユキ大丈夫ですか。僕は全然大丈夫ですよ。正規、うん。だってドラムとかもやっぱほら、だんだんそういった点では。そうですね。ね、ちょっとおい、スロー3曲にしといてくれよとか。あ、それは最近お願いします。あれあの、あんまり早めの曲は書いてこ。本気で聞きますよ、はい、こう20年ずっとこのバンドをやり続けてこのね、うん、ロック音楽シーンこれずっと、うん、まあもともとずっと自分の中でイメージはあったもんでしょうか、ハイドさん。あ、20年やるかって、はい、いやいや思ってないですかね。やっぱその時思ってなかった。そこまで考えないですよね。なんか飯食えたらいいなとか。じゃあ山ちゃんの20年後はどうなってんのよ。最近。え、20年経って寝るようになった。最近は。そんなわけない。改めてご紹介します。一人ずつお名前お願いします。ハイドです。ハイド来てまーす。はい、そして。あ、ケンです。おー、びっくりした。いないかと思ってた。いやいや。姉さん、久しぶりです。よし。はい、そして。はい、哲也です。哲也さん、そして最後は。ゆきろです。全員揃ってまーす。でもね、ラルクアンシエル。考えてみてください。うん。20年ですって。ラルクアンシエルメンバー全員登場。いいですね。ベテランはすぐテンション上げてくれませんね、これ。もっと言えでしょ、これ。そう簡単には上げませんよ、ね。あれ、もうあれ。こんな時間ですよ。あ、まだまだ。ねえ、これからですよね、だって。テンション上げすぎてもね。あれ、またそんなこと言ったって4人は大体寝ないでしょ、この時間は。いや、もうすっかり寝てます。あれ、おかしい。おかしい。